SCP-3050 の外見。アイテム番号。SCP-3050。オブジェクトクラス。セーフ。特別収容プロトコル。SCP-3050 のドアと窓にはすべて厚さ9センチメートルの鋼鉄製南京錠をつけ、外部には鉄格子をはめ込みます。SCP-3050 はまた、周辺に設置された保安カメラによる監視を行い、ライブ映像をサイト38へ送ります。民間人による発見や収容違反の際には、機動部隊プサイ7、リフォームや、が状況評価と収容再確立のために派遣されます。SCP-3050 の活性化事象が発生した場合は、地元に財団が所有している S 兵器研究施設が有事の責任を被ります。活性化が開始した場合、屋内にいるすべての職員は15秒間の猶予期間内に退避しなければいけません。この時間内で退避することができない職員には、あらかじめ配備されている青酸カリ錠剤の使用が推奨されます。ホイ 17.4.24。年3月16日、過去に SCP-3050 の活性化事象を目撃し、調査のために侵入した2名の民間人が活性化事象に巻き込まれました。さらなる情報侵害と収容違反を防止するため、オフアイブの指示で SCP-3050 の周囲には 2.5 メートルの収容壁が建設されています。説明。SCP-3050 はノースカロライナ州 W に位置する放棄された大規模施設であり、かつては、オグデン、スクールの名称で知られていました。SCP-3050 の内装は、1960-1976年のアメリカの学校に見られる典型的な家具や備品からなります。SCP-3050 は、1年を通して不定間隔で発生する活性化事象中を除いては不活性のままです。活性化の前に、SCP-3050 は正確に15秒間、建物内のどこかにある未知の音源から 137dB の警報を鳴らします。この警報に続いて、すべてのドアと窓は閉鎖され、事象終了まで開けることができなくなります。詳しい調査により、閉鎖された出口は原子レベルで壁や床と融合していることが判明しています。外部からは、すべての窓が推定2000ルーメンの明るい赤色光を放つのがわかります。しかしながら、光子劣化が施設の境界線内 0.74 メートル1の位置で発生するため、光を視認できる領域は制限されます。この異常な光に関する調査は進行中です。事象のメインフェーズにおいて、SCP-3050 内にいるすべての異常性を持たない生きた人間は、選択的な現実性の分解によって原子レベルで再構築されます。この効果は、領地優位団体、アレキシルバ大学、が建設した施設に位置している精密な反ヒューム発生装置によって引き起こされています。SCP-3050 事象の持続期間は4話から2時間まで様々です。実験記録と証言は、この経験が痛みを伴わないことを示します。しかしながら、どの身体部位の順番で再構築されるか、複数人が巻き込まれたのであれば、誰が最初に再構築されるか、に関しては一貫性がありません。再構築中の人物は出血することも負傷することもありません。再構築された身体部位には全て、四肢の切断ごとに多様な質感の、色の違う皮膚が残ります。SCP-3050 によって再構築された人物、SCP-3050-A と指定は、施設内にある物品や物体表面に統合されます。実験ログと目撃者の証言で、SCP-3050-A 個体は統合後も完全な意識と大部分の感覚を保持していることが証明されています。これらの個体を収容する、または効果を逆転させる手段についての研究が現在も進んでいます。ホイ 5.17、SCP-3050-A 個体を含んでいる物体の破壊は、対象の死をもたらさない。気の毒な奴だ、俺たちはあの椅子を、彼を壊してしまった。彼の破片は叫ぶのを止めそうにない。スビン博士。事象の完了時、すべてのドアと窓は枠への結合が解除され、建物外の未知の音源から風鈴に似た 110dB の音が響きます。SCP-3050 は事象発生から最低24時間は不活性を維持します。探査はこの24時間の猶予期間中にのみ行われます。探査ログ、日付、年1月20日、対象、D。
19910都市探検の経験者である政治犯。装備、ポラロイド600印刷カメラ、1個。感度現実性測定器、1台。懐中電灯、1個。標準的な財団のフィールドレーション、1つ。標準配備用ポケットベル、1個。アイテム回収用パック、1個。記録開始。オーウェンズ博士。マイクテスト、マイクテスト、123。聞こえますか？ D19910。明瞭だよ。俺はし廊下に入ったところだ。玄関には何もない。オーウェンズ博士。普通でなさそうなものは何かありませんか？ D19910。メーター表示はどうなっています？ D19910。メーターは 1? ヒューム、だな。温度単位か？オーウェンズ博士。気にせず施設探索を継続してください。D19910 は 7.5 分間、施設内の探索を続行する。重要性のない内容は編集済み。D19910。先生、音が聞こえる。囁きとか、鳴き声みたいな感じだ。オーウェンズ博士。助手に、受信感度上げろ。D19910 写真撮影を忘れないように。D19910。階段を見てる。暗いな、照明も少し薄暗い。オーウェンズ博士、階下に降りてください。必要なら懐中電灯を使うように。D19910。了解した。今いるのは学校の図書室だな、何か変なものがある。オーウェンズ博士、何です ?D19910。部屋の、一番右の端下が、ちょっと妙なんだ。真っ暗闇みたいなんだが、俺にはそこにあるものが全部はっきりと見えてる。少し揺らいでもいるみたいだ。暑い時期の日向に止めた車のボンネットがああいう感じだな。わかるか？オーウェンズ博士、メーターを読みながら接近してください。D19910。近づいていくにつれて、すごくゆっくり数値は減少してる。一体。小規模な爆発に似た音が聞こえ、一瞬後にマイクが激しくハウリングする。D19910。パチパチという雑音、消えた。カースミッコは普通通りになったが、そこの床にガラクタがいくつもある。書類と、こいつは、食い物の包装紙か、ただのゴミだな。おい、ちょっと待て。メーターはまた1ヒュームに戻ってる。オーウェンズ博士。よかった、それなら、よかったです。書類を回収して、パックの中に用意しておいた封筒に入れてから先に進んでください。D19910。OK。また廊下にいる？でもここは先に入り口が一つあるだけだ。入るぞ。D19910。わお。ここは技術室だな。確か、ここは昔は小学校だったって言ってなかったか？オーウェンズ博士。その通りです。なぜですか？ D19910。自画像がたくさん、それと、壁とか家具とかに彫像がある。かなり出来の良いやつだ。特に子供が作ったにしてはな。何枚か写真を撮る。オーウェンズ博士。そこにあるのは以上で全部ですか？何か他には？ D19910。いや、ただの学校の備品とかそんなのだけさ。ちょっと待て、先生、囁きとか鳴き声が大きくなってるらしい。どこから来てるんだ？オーウェンズ博士。D19910 自画像を調べてください。D19910。なぜだ？ただの、おい、マジか。先生、こいつら動いてる。オーウェンズ博士、話しかけてみてください。D19910。何かのジョークか？ SCP-3050、A 個体群に、おい、お前ら聞こえるか？ SCP-3050、A。反応を返さない。D19910。俺は帰るぞ、時間の無駄だ。アホ臭い手品に付き合ってられるか？何かにぶつかる小さな音？ SCP-3050、A。子供のような叫び声。D19910。おい、嘘だろ。今つまずいてテーブルにぶつかった。そしたらそれが、中に何かいる。先生、こいつらは？オーウェンズ博士、慎重に施設を退出してください。我々にはその文書が必要です。SCP-3050-A。絶叫、助けを嘆願する複数の声。D19910。嘔吐する音、すまねえ。すまねえ。記録終了。
最後の通信から約2分後、D-19910 はパニック状態で SCP-3050 の正面玄関から退出した。対象は活性認識災害のスキャン検査を受け、異常なし、クラス B 記憶処理が施された。D-19910 はプロジェクトに再配属されており、事件は報告されていない。回収された文書。中記。以下の文書は SCP-3050 の図書室で回収されたものです。読みやすさを考慮し、ラテン語から翻訳されています。SCP-3050 の管理はサイト38に委任されました。ブラッドレイ主任研究員。人道的処刑棒、カエサルカエサルの漁名の下に、人々のためアレキシルバ大学の学生たちにより建造。カエサル万歳、皇帝勅令、直ちにアレキシルバ処刑棒の運営を停止せよ。首都要塞が施設近傍に現実港を検出中。人道的なしは我々の最優先事項ではない。カエサル万歳、検疫警告、カエサルによる、旧アレキシルバ処刑棒の所在地は居住不可能です。周辺地区の現実性が不安定化しています。恒久的な、データ判読不能、を回避するために直ちに避難してください。避難シャトルはエンテラ駅、公開図書館、ペダム雑貨品店にあります。カエサル万歳、カエサル。アレキシルバ処刑棒の効果を研究し、逆転させるための作業は進行途上にあります。データ削除済み、現在、少なくとも、データ削除済み、名が壁の中の変国リンボに囚われのみとなっております。現時点で我々が把握していることは、反現実発生機が一見無作為な感覚で、入力内容を別世界との間で送受信していることのみです。おそらく何者かは、未だに対応する装置を運用しているのでしょう。いずれにせよ、我々は問題の装置にアクセスし、停止するために全力を尽くしております。今回の惨事に責任を負う学生一同の処遇にかかる指示をご送付くださるようお願い申し上げます。あなた様の慎み深き下僕。総督コルネリウス、新世界地区4。